どうもこんばんは、桃太郎でございます。定例となっております。本日2023年7月6日発表の月別軽自動車新車販売台数のご報告、2023年上期1月から6月軽自動車新車販売台数のご報告でございます。なおですね、こちらのチャンネルは NBOX の話題を中心にお送りいたしておりまして、話が NBOX の方にかなり偏っておりますんで、そのあたりは許してちょんまげということでご理解いただきますようお願いいたします。それではよろしければお付き合いください。2023年6月軽自動車新車販売台数、ホンダ NBOX が前月比約 15% 増に対して前月比 30% 増と猛追をしてきた2位のダイハツ担当をなんとか約1500台の差でかわして13ヶ月連続で1位を獲得しております。決算期の3月からですね、4月5月と大幅に販売台数を減らして、 NBOX 注目の6月になります。6月は2位の常連となっている担当が前月比 30% 増の14,572台ということで、 NBOX の前月ですね、5月の台数13,967台を超えて、まあ、まさに猛追してきたわけなんですけれども、 NBOX も約 15% 増やして16,040台ということで、なんとか逃げ切りました。これで13ヶ月連続第1位ということになります。フルモデルチェンジに向けてすでにオーダーストップが始まっている現行 NBOX ですね。現行 NBOX の生産に関してホンダが発表している内容はとても順調ということになっていますね。ホンダ四輪車の生産稼働率見込み、2023年7月6日今日ですね、今日の最新版でもですね、こちら、鈴鹿製作所、NBOX を作っている鈴鹿製作所の7月の生産稼働率は通常稼働になっておりますね。またモデル別出荷時期目処、まあ、納期ですが、こちらの最新版2023年7月3日更新版なんですけれども、こちらでもですね、 NBOX に関しましてはそれまでの4ヶ月程度から3ヶ月程度に改善されておりまして、今後納期が早まることが期待できると思っております。で、特別仕様車スタイルプラスブラックとか、まあ、コーディネートスタイルなんかはすで、にオーダーストップですね。まあ、ディーラー在庫がある場合はまだ販売しているとこもあるかもしれませんが、それはすでにオーダーストップで、通常モデルも一部店舗ではオーダーストップということですので、今後はですね、まあ、主にバックオーダーの生産分が新規販売の多くを占めることになると思われます。で、次期 NBOX の発売は10月頃と予想されておりますので、まあ、来月ですね、8月、再来月9月の販売台数がここ気になるところでございます。ということで、それでは2023年6月分のランキングを見ていきたいと思います。はい、いつものようにとりあえず読み上げていきますね。1位、ホンダ NBOX、2位、ダイハツタント、3位、ダイハツムーブ、4位、スズキスペーシア、5位、スズキハスラー、6位、スズキアルト、7位、スズキワゴン R、8位、ダイハツミラー、9位、日産デイズ、10位鈴木ジムニー、11位三菱デリカミニ、12位日産ルークス、13位日産サクラ、14位にホンダ N ワゴン、15位にホンダ N1 ということで、15位14位というふうに並んでしまいました。 N ワゴン N1 でございますね。注目点といたしましては、話題のデリカミニ、まあ、EK も含んでますが、11位ということで3270台、思ったよりも伸びなかったですね。まあ、ただですね、ついにですね、日産ルークスの上位にということでございます。発売前の段階で予約が1万6000台に到達していたということで、まあ、前月に引き続きさらに大幅に販売台数を伸ばすかと思われました三菱デリカミニなんですけれども、まあ、蓋開けてみると、まあ、6月それほど伸びてはおりませんでした。ただし、前月比で 15% 減となった兄弟車の日産ルークスですね、これよりもついに上位へと行っております。デリカミニとルークス以外のデイズとかサクラも含めてですね、日産自動車と三菱自動車の合弁会社ですね、 NMKV、 こちら の生産台数がね、あんまり大幅に増えてきていないんですよね。まあ、ルークスだけで1万台ぐらいいってる時もあったと思うんですけど、まあ、全体のキャパとしてはもしかすると生産能力が厳しいのかもしれませんね。今だいたい4000台3000台ぐらいでしょ、みんな。
だからまあ全体としてはちょっと厳しいのかなというのが個人的な勝手な予想でございますね。あと注目点2としてはですね、ダイハツのタフトがランキング外になっております。トップ10の常連だったダイハツタフトなんですが、6月はね1091台、前月比 28% 28% 減じゃなくて 28% なんですよ。前月激減なんですね。でランキング外になっておりますね。ただ私全く理由わかりません。ご存知の方いらっしゃいましたらぜひコメント欄で教えていただければありがたいと思います。はい、続いて今回はですね2023年上半期の結果も出ておりますんで見ていきたいと思います。2023年上半期1月から6月軽自動車新車販売台数でございます。また読み上げてまいります。1位ホンダ N-BOX、 2位ダイハツタント、3位ダイハツムーブ、4位スズキスペーシア、5位スズキワゴン R、 6位日産ルークス、7位スズキアルト、8位スズキハスラー、9位ダイハツミラ、10位ダイハツタフト、11位スズキジムニー、12位ホンダ N ワゴン、13位日産サクラ、14位日産デイズ、15位三菱デリカミニということで、まあ13位14位あのサクラデイズ、もうサクラの方が売れているというのもすごいなと思いますね、電気自動車で。ホンダ N-BOX がですね11万2248台ということで2023年上半期の第1位を獲得しております。でちなみに普通乗用車の上半期第1位はトヨタヤリスの9万7421台ですので、計普通自動車合わせても第1位を獲得と。でまた10万台を超えているのは N-BOX のみという結果になっておりますね。はい、で注目点としてはやはり人気の鉱石スライドドア6兄弟、これが上位6位を独占しております。まあ、改めてですねその人気度を確信する鉱石スライドドアの車 N-BOX、タント、ムーブキャンバス、スペーシア、ワゴン R スマイル、ルークスというですね、この鉱石スライドドア6兄弟、私が勝手に名付けましたけれどもこちらですね、現在販売が延期になっていますが、新型ダイハツムーブ、こちらもどうも鉱石スライドドアになるという話ですから、まあ、そうなると今度ムーブのライバル車も今後スライドドアになるかもしれませんので、これ一体どこまで続くんでしょうねこの人気はという感じでございます。はい、さて続いてはついでといったなんですが、いつものように普通車の方も簡単に見ていきましょう。2023年6月および2023年上半期1月から6月の普通自動車新車販売台数になります。まず2023年6月ですが、またいつものように読み上げていきます。1位トヨタヤリス、2位トヨタカローラ、3位トヨタシエンタ、4位トヨタプリウス、5位トヨタノア、6位トヨタボクシー、7位日産ノート、8位トヨタアクア、9位日産セレナ、10位ホンダフリード、11位トヨタハリア、12位トヨタライブ、13位トヨタランドクルーザー、14位ホンダフィット、15位トヨタグランということになっておりますね。15位まで表示しておりますけれども、特に前月と大きな変化はないようでございます。第1位はトヨタヤリス、そしてトヨタ勢の中に日産ノート、日産セレナ、ホンダフリード、ホンダフィットが食い込んでいるという状態ですね。続いて2023年上半期1月から6月の普通自動車新車販売台数のランキングです。1位トヨタヤリス、2位トヨタカローラ、3位トヨタシエンタ、4位日産ノート、5位トヨタノア、6位トヨタプリウス、7位トヨタボクシー、8位トヨタアクア、9位トヨタルーミ、10位トヨタハリア、11位ホンダフリード、12位日産セレナ、13位トヨタライズ、14位トヨタランドクルーザー W、 15位ホンダフィットというふうになっておりますね。15位までこちらも表示しておりますけれども、第1位はトヨタヤリス、もう定番 N-BOX と同じで1位の常連ですね、常連の滝です。こちらも月別と同様ですね、トヨタ勢に日産ノート、日産フェレナ、ホンダフリード、ホンダビットが食い込んでいるという状態でございますが、注目点としてはもうジョージショック、フィットよりランドクルーザーの方が売れているという感じでですね、上半期フィットが 29,962台ということで第15位にランクインしているんですが、なんとトヨタのランドクルーザー W は 31,142台、第14位でございます。すごいですね。というかフィット頑張れよという気持ちがありますのと同時にですね、トヨタは幅ひれよという気持ちでいっぱいでございますね。
新車販売台数ランキングにはいろんな要素が絡んでおりますんで、単純に一般ユーザーが購入している株とは言えなかったりですね、昨今のご時世、メーカー側の生産調整による部分もあるかと思います。でまたこのランキングは個々人にとってその車への価値観に全て影響するわけではありませんけれども、たかがランキング、されどランキングということで今後も追っかけていきたいと思います。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録で応援していただければ嬉しいです。あとブログ、ツイッターもやっておりますので、そちらもぜひ見てくださいね。それではまた。